通り官邸の様子です。ご覧ください。はい、体調不安がささやかれる安倍総理大臣ですが、まもなく午後5時からこちらの総理官邸で記者会見に臨みます。およそ2ヶ月半ぶりの会見ということになりますね。すでに総理の辞任意向については明らかになっていますが、自らの決断をどう語り国民に説明をするのか非常に注目される会見となります。安倍総理大臣、今週の火曜日にはすでに辞任を固めていたことが分かっているんですが、まあ、その後周辺の強い辞任を受けたということなんですが、今日金曜日ですね、自らの持病悪化を理由に政治に期待があってはならないという思いで辞任の意向を固めました。安倍総理大臣、もう間もなく総理官邸の姿を現すものと思われます。最高金曜日はもう、そうですね、もう入ってられる、はい、出てきました。今、安倍総理大臣の姿が見えました。それでは、安倍総理の会見にご覧ください。本日も5つの緩和融資市で皆様方の参画を確保させていただいております。従いまして、皆様のご発言ないしは質問、その時にはマスクを皆様のご同意でお取り扱いしていただくこともできますのでご判断ください。はじめに総理からご発言がございます。その後皆様から質問をいただきます。それでは総理よろしくお願いいたします。はい、猛暑が続く中、国民の皆様にはコロナウイルス対策、そして熱中症対策、ダブルの対策に万全を期していただいておりますこと、国や地方自治体からさまざまな要請に対して、自治体のさまざまな要請に対してご協力をいただいておりますことに、それから感謝申し上げます。コロナウイルス対策につきましては、今年の1月から正体不明の人、悪戦苦闘する中、少しでも感染を抑え、極力重症化を防ぎ、そして国民の命を守るため、その時々の危険の中で最善の努力を重ねてきたつもりであります。それでも残念ながら多くの方々が新型コロナウイルスにより命を失いました。亡くなりになった方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。今この瞬間も患者の治療に全力を尽くしてくださっている医療従事者の皆様にも重ねて御礼申し上げます。本日夏から秋、そして冬の到来を見据えた今後のコロナ対策を決定いたしました。この半年で多くのことが分かってきました。3密を徹底的に回避するといった予防策により、社会経済活動との両立は十分に可能であります。レムデシビルなど症状に応じた治療法も進歩し、今40代以下の若い世代の致死率は 0.1% を下回ります。他方、お亡くなりになった方の半分以上は80代以上の世代です。重症化リスクが高いのは高齢者や基礎疾患のある方々であり、一人でも多くの命を守るためには、こうした皆さんへの対策が最大の鍵となります。冬に向けてはコロナに加え、インフルエンザなどの流行で発熱患者の増加が予想されます。医療の負担軽減のため、重症化リスクの高い方々に重点を置いた対策へ今から転換する必要があります。まずは検査能力を抜本的に拡充することです。冬までにインフルエンザとの同時検査が可能となるよう、1日20万件の検査体制を減らします。特に重症化リスクの高い方がおられる高齢者施設や病院では、地域の
感染状況などを考慮し、職員の皆さんに対し定期的に一斉検査を行うようにし、高齢者や基礎疾患のある方々への集団感染を防止します。医療支援も高齢者の方々など重症化リスクの高い皆さんに重点化する方針です。新型コロナウイルス感染症については感染症法上結核や SARS、MERS といった二類感染症以上の扱いをしてまいります。これまでの知見を踏まえ、今後は政令改正を含め運用を見直します。軽症者や無症状者は宿泊施設や自宅での療養を徹底し、保健所や医療機関の負担軽減を図ってまいります。コロナ患者を受け入れている医療機関、大学病院などでは大幅な減収となっており、国民のために日夜ご尽力をいただいているにもかかわらず、大変な経営上のご苦労をおかけしております。経営上の懸念を払拭する万全の支援を行います。インフルエンザ流行期にも十分な医療提供体制を必ず確保いたします。以上の対策について順次予備費によって措置を行い、直ちに実行に移してまいります。コロナ対策と並んで一時の空白も許されないのが、我が国を取り巻く厳しい安全保障環境への対応であります。北朝鮮は弾道ミサイル能力を大きく向上させています。これに対し迎撃能力を向上させるだけで本当に国民の命と平和な暮らしを守り抜くことができるのか、一昨日の国家安全保障会議では現下の厳しい安全保障環境を踏まえ、ミサイル措置に関する安全保障政策の新たな方針を協議いたしました。今後速やかに与党調整に入り、その具体化を進めます。以上2つのことを国民の皆様にご報告させていただいた上で、私自身の健康上の問題についてお話をさせていただきたいと思います。13年前、私の持病である潰瘍性大腸炎が悪化をし、わずか1年で突然総理の職を辞することとなり、国民の皆様には大変なご迷惑をおかけいたしました。その後幸い新しい薬が効いて体調は万全となり、そして国民の皆様からご支持をいただき、再び総理大臣の重責を担うこととなりました。この8年近くの間、しっかり持病をコントロールしながら、何ら支障なく総理大臣の仕事に毎日日々全力投球することができました。しかし本年6月の定期検診で再発の兆候が見られると指摘を受けました。その後も薬を使いながら全力で職務に当たってまいりましたが、先月中頃から体調に異変が生じ、体力をかなり消耗する状況となりました。そして8月上旬には潰瘍性大腸炎の再発が確認されました。今後の治療として現在の薬に加えまして、さらに新しい薬の投与を行うことといたしました。今週初めの再検診においては、投薬の効果があるということが確認されたものの、その投薬はある程度継続的な処方が必要であり、油断は許しません。政治においては最も重要なことは結果を出すことである。私は政権発足以来、そう申し上げ、この7年8ヶ月、結果を
出すために全身全霊を傾けてまいりました。病気と治療を抱え、体力が万全でないという不屈の中、大切な政治判断を誤ること、結果を出さないことがあってはなりません。国民の皆様の負託に自信を持って応えられる状態で、亡くなった以上、総理大臣の地位にあり続けるべきではない判断いたしました。総理大臣の職を辞することといたします。現下の最大の課題であるコロナ対応に障害が生じるようなことはできる限り避けなければならない、この一回程度その一心でありました。悩みに悩みましたが、この足元において7月以降の感染拡大が減少傾向へと転じたこと、でそして、冬を見据えて実施すべき対応策を取りまとめることができたことから、新体制に移行するのであればこのタイミングしかないと判断しました。この7年8ヶ月さまざまな課題にチャレンジしてまいりました。残された課題も残念ながら多々ありますが、同時にさまざまな課題に挑戦する中で達成できたこと、実践できたこともあります。すべては国政選挙のたびに力強い信任を与えてくださった、背中を押していただいた国民の皆様の前であります。本当にありがとうございました。そうしたご支援をいただいたにもかかわらず、任期をあと1年まだ1年残し、他のさまざまな政策が実践途上にある中、コロナ禍の中、職を辞することとなったことについて、国民の皆様に心よりお詫びを申し上げます。拉致問題をこの手で解決できなかったことは痛恨の極みであります。ロシアとの平和条約、また憲法改正、志半ばで職を去ることは断腸の思いであります。しかしいずれも自民党として国民の皆様にお約束をした政策であり、新たな強力な体制のもと、さらなる政策推進力を得て事前に向けて進んでいくものと確信しております。もとより、うちの総理が任命されるまでの間、最後までしっかりとその責任を果たしてまいります。でそして治療によってなんとか体調を万全とし、新体制を一議員として支えてまいりたいと考えております。国民の皆様、8年近くにわたりまして本当にありがとうございました。最初は関連に従いまして幹事社2社からご質問をいただきますので、ご指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにご質問いただきまして、ご同行の名前を明らかに一度いただいた上でご質問をお願いします。幹事社日本テレビの菅原です。よろしくお願いいたします。地位を表明されましたけれども、今ご説明にあったように、
継続的な薬の投与というのを、まあ、しながらですね、治療を続けながら、まあ、失明に当たりとか続行すると、そういった選択肢はなかったんでしょうか。それだけ健康状態が厳しいということなのか、今後次の総理が決まるまでは安倍総理が任に当たるということだと思いますが、再びその病院に通うような、必要性というのがあるんでしょうか。また、辞任を決意されたのは、まあ、具体的にいつ頃だったのかということを教えていただきたいのと、それから、まあ、一次政権に続いて任期途中での辞任ということになります。まあ、コロナ禍にあって政権投げ出しという批判もあるかと思いますが、こうした批判に対してはどのように説明なさいますでしょうか。また、政治的な空白が許されない中で、今後の後継者の決め方ですけれども、自民党総裁選は党員投票も行う正式な形で行われるべきとお考えなのか、まあ、それとも緊急性に鑑みて両院議員総会としていくというふうにお考えなのか、お考えをお聞かせいただきたいのと、最後に意中の後継者というのがいましたら教えてください。まず治療との関係でございますが、まあ、センさん、まあ、今まで、使っている薬に合わせまして、まあ、点滴での、処方等法などがありますが、まあ、その新しいお薬を使いまして、まあ、2回今まで使っているんですが、2回目の時にですね、検査も行ったんですが、まあ、効果が出ているということで、まあ、ございました。まあ、そこで、もちろんこのままですね、そうした治療を続けながらということももちろん考えるわけでありますが、まあ、そういうこともずっと考えながら今までやってきたところで、この、6月以降ですね、まあ、ただしかし、まあ、これから9月に、まあ、人事がありですね、そして、国会を開催をしていくという中においてですね、これが継続的にずっと間違いなく良くなっていくという、まあ、保証はない中においてですね、このある程度この投薬が終了してですね、大丈夫ですとなれば別なんですが、まあ、その過程にあるという中においてですね、まさに、まあ、その中の中において政治的空白を満たさないようにする上においてはですね、まあ、このタイミングで辞任するしかないという判断をこう出しました。そして、まあ、それは、まあ、先週と今週検査を受けまして、まあ、今週、の診察を受けた際に判断したところで、あります。月曜日ですね。また、ご批判はですね、これは、まさに任期途中でございますから、たまに手を打たなければならないと、こう思っておりますが、冒頭申し上げましたように、秋から冬にかけて、またインフルエンザの流行に備えてですね、対策を取りまとめることができます。また直ちに、本日取りまとめることができたということと、直ちに、実行に移していく目処が立った。そしてまた拡大傾向からですね、減少傾向に転じたということもあり、まあ、このタイミングで、判断をさせていただきました。まあ、総裁選、次の総裁をこう決まるまでの任期等々を考えるとですね、影響を与えないのはこのタイミングしかないと判断をしたところでございます。もちろんこの任にある限りですね、コロナ対策責任を持って、全力を挙げていきたい。まあ、幸い今新しい薬が効いておりますので、しっかり進めていきたいと思っております。そして、まあ、次の自民党総裁をどのように選出していくかという人は、これはもう、執行部等に、お任せをしておりますので、私が申し上げることではないと思いますし、誰かということも私が申し上げることではないだろうと思っております。読売新聞の今井です。先ほど総理は結果を出すことに全身全霊を挙げてきたとおっしゃいましたが、まあ、歴代最長となった在任中に成し遂げたことの中で、ご自身、これは政権のレガシーだと思われるものをありましたら挙げていただけないでしょうか。また先ほどやり残したこととして、憲法改正、北方領土問題、
拉致問題挙げられましたが、あの後継の首相に期待したいこと、託したいことありましたら、あの明日お願いします。よろしくお願いします。まずレガシーというお尋ねでございますが、まさにこれは国民の皆様が判断に入っていくのかなと、歴史が判断していくのかなとこう思いますが、何年8ヶ月前政権が発足した際には、あの時はまず東北の復興なしで日本の再生なし、東北の復興を全力を挙げるということを申し上げて取り組んでまいりました。また経済においては、働きたい人が働くことができる、働く場を作る、それを大きな政策課題として掲げてですね、20年続いたデフレに3本目で挑み、400万人を超えるですね、雇用を作り出すことが